愛してるじゃなかった、愛しているって言われて気持ち悪いってなんで。はい、はい、夏美ちゃん久しぶりです。お元気ですか？元気です。あのスターバックスも帰ってきて買ってきたので、ありがとうございます。ぜひ飲んでいただきたいんですけれども、ちょっとお昼時だったから、はい、ウーバーイーツもしたいなと思ったので、今日は夏美ちゃんとマリナでウーバーパーティーランチをしたいと思います。イエーイ。初めてじゃない、ウーバーの動画撮るの、はい、エレベーターを乗りながら思いついた の、 そのお腹すいたなって。めっちゃ思いつきですね。でも早く帰れオーラがすごいからもうとりあえずルームツアー撮るの。帰れは言ってないです。明日引っ越しなんです。明日引っ越し役来るの？え、そうですよ。明日の10時から私引っ越し業者来るのに、この面ですよ。やばい。大丈夫大丈夫、なんとかなんとか、最悪引っ越しの人が詰めてくれるから。あ、お金払えば詰めてくれるって言いますよね。とかもうなんか結構この夏美のこのビジュアルだったら、うん、本当にできてなくてごめんなさいって言えば大丈夫、うん、全然余裕じゃあ大丈夫です。どうにかしてくれる、はい、じゃあどうにかな。じゃあウーバーイーツ頼もう。イエーイ。まず、うん、なんか牛丼的なやつも食べたいし、そばも食べたいし、お寿司も食べたいみたいな。あ、そば分かります。食べたい食べたいです。あ、引っ越しするしね。引っ越しそば引っ越し前に、引っ越しそばって引っ越し後に食べますよね普通。そうなの？じゃあ私は逆なことをしましょう。両方やりな。両方やりましょう、うん、ビフォーもアフターもそば食べない、はい、あ、いいですね、なんか縁起だから、縁起は良さそう、うん、なんかもう20代思い出す、なんかこういうところに化粧品そのままやってる感じとか私はそうだった。え、そうでした。うん。で、ここに鏡置いて直せないって、なんか本当はバスルームが理想なの。理想じゃないです。だってこんなん毎朝使うじゃないですか。そうだよね。そんな閉まってる時間ないし、眠いし、うん、朝起きれないし、うん、起きたいです。近くに。朝何時に起きんの？起きれないです。でもその会社に行く時間って決まってんの？決まってないです。あ、ミーティングがあればその時間。権力を振りかざしてます。うちの会社が、私さ思うんだけど、夏美もそうだし、マリナもそうだし、例えばしんちゃんとかもどんどんさ、なんか私を超えていこうとしてない？なんか私を置いてけぼりにしようとしてない？うちの会社のシステム10個ぐらい年下なんだけど。はい、すいません。なんかどんどんさ偉い人になっちゃってさ。いや、まだ慣れてないんですよ。いや、なってるよ。成長中。いやいや、でももう未来は明るいよね、夏美もマリナも。嬉しいですね。ねえ、ありがとうございます。本当よ。Watch my TV, two backwards, my MC driving on my... ドドチューでーす。え、そんな始まりでしたっけ？そうだよ。夏美元気だった？元気ですよ。めっちゃ見てるの通り。まあね、そうだ。自信あるよね、夏美。本当に若い子素晴らしいです。勢いだけで頑張ってますから。あとね、すごいここを今片付けるためにすごい最低なの。本当に最低なの。こういうところが私夏美の好きな仲良くなるポイントって感じで。あ、嬉しい。開封していきたいと思います。アンボクシング、ウーバーの。じゃあどうぞ。はい、ずっとゴムしてましたわ。え、それが夏美だよ。可愛くないのか。いや、そういうのが、さすがちょっと出てるのが。いや、だってあれだよ。2回目いらないですって。最低なんだけどっていうね。でもなんか、私の家もそうですっていうコメントに期待します。私は、いや、多分全員そうだよ。まあそうですよね、うん、そうですよね。でもそれを隠すか隠さないかだけの問題が私が言いたい。確かに、恥ずかしい部分をどこまで出すのかって、さらけ出すかっていうのって、なんかそこがあの私の夏の好きなところ。嬉しいですね。コップンか。私結構 Uber のこの頑丈じゃないですか、結構ハサミで一発でいきたいから、はい。ね、そこの手の届くところにハサミがあるっていうのも一人暮らしの最高のところです。うんうん、なんかさ、片付けちゃったりしてるじゃん。確かに確かに。何このエビフライがこのまま入るね。ね、どういう状況？あと私です。そば。いただきます。モスバーガー私は頼みました。ちょっと太りすぎて、この体勢でデニムで座るの私結構わかります、うん。そのデニムは結構そういうもんよ。ですよね。でもそうじゃないとサイズ的に可愛くないじゃないですか。苦しめって話ですよ、うん、
私ボタン取りました。ドSなの。あ、取りました。うちも取りました。わかるわかる。私も取りました。じゃあ私今失礼します。なんかさ、これ食レポした方がいいんじゃないの。確かに。いやでもなんか面白い話した方がいいと思う。あ、例えば何の。例えば恋愛の話とか。あ、どう夏美。あいい感じですよ。そういうのオープンにしてんだな、つみ。オープンにしてるんですけど、なんか私にはさ言ってくれたじゃん、ちゃんと。はい、はい、あの話す度合いはちょっと、まあもちろんね、精査してます、はい、だけどいるよっていうのはオープン。あ、いるよはオープンです。マリナもいるもんね。はい、そう公表してんの。いや、あんましてない。なんか言わないよね、インスタとか。いや、別にいいんですけど、うん、なんかわざわざインスタで言うほどのことは。確かに中学生みたいに、なになに夫婦付き合いました、一生一生みたいなやつ。やってました。やってねえし。一生一生え、シンスとかやってました。なんすか。あ、いつから付き合ってる、はい、みんな。めっちゃやってました。で、とりあえずめっちゃやってたの。彼氏の名前の名字でなんちゃら夫婦ってやるんですよ。だから例えば彼氏がドドさんだったら、はい、マジなんかドド夫婦シンス2022年5月何日もう夫婦になっちゃってる。夫婦です。付き合ったら夫婦ですやば。え、それなんですか、プリクラとかに書くってことですか。 SNS、ね、プリとか、うん、SNS とか、うん、ホームページとか。ホームページ持ってんの高校生。みんなやってました。ページ。なんか自分で作るんですけど、コードを書いて作るみたいな。あ、そうですそうです。 HTT なんてことみたいな。あの年で HTML とかやっててすげえなって思います。自分のこと。私も昔やってました。ですよね。全然ついてまあとりあえず付き合ったら私まあまあ大人になってからミクシーができたから、ね、あ、22歳ぐらいかな、23歳ぐらいでミクシーが始まったから、んそんな高校生の時にホームページがとかSNS がなんて。だってポケベルだからかっこいいかっこいいえ、ごめん。それでそのシンスなんちゃらやって別れたらそのホームページを消すの。まあ彼氏とやっちゃってるホームページは閉じることになるんですけど、うん、彼氏と別れるは大ニュースなんですよ、その時。うんうん、もう人生の終わりみたいな話だし、うん、みんなに公表してあげなきゃみたいなテンションなんで、うん、ブログとかでもご報告っつって私たちのように夫婦はなんかいろいろありまして、うん、なんか話し合いの結果別れることになりました。たくさんの方々に応援してもらったのにみたいな。え、その中から結構インフルエンサーじゃないけど独馬的な感じだった。夏時代だね。じゃあ私、まあ、ブログとかはちょいちょいやってましたけど、私だけの全然話じゃなくてその一般的に、一般的にそれが普通でした。結構もうみんなシンスシンスシンス、みんな。え、私ドドチューブ見てくれてる人それ共感するかなえ、でも私の周りの私の世代の人も見てるんで、うんうん、大丈夫ですよ本当、はい、じゃあみんな私の世代なのに知らんとか言われたらもう終わってます。コメント欄にください、私もやってました。はい、お願いします。似てるね。7歳差でしたけど私が一番上でしょ。41、35、4、27、8、7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 、
ってパチンコとかだったらやらないですけど777って遠慮さそうじゃないですか。大当たり、確かにチーム大当たり出したいや、なんか辛い、辛い、失礼かもですけど、うん、そんなに上と思ってないですっていう。あ、ありがとう。全然失礼でもなんでもないよいや、なんかそんなクソ後輩のくせに全然思ってない、近いと思うなだってさ、なんかマリナもさ、夏美もどんどん出世していくじゃん。私ってすごいそういうセンスあんのかなってちょっと思わせてくれるかも。関わった人がってことですか、うん、あ、でもドドさんがそういうオーラ持ってるんじゃないですか。私が関わってそうなりたいと思う人が多いんじゃないですか、うんうん、なんかそういう生き方いいなみたいな。まあでも そうではなくて、そうじゃなくて、私が言いたいのはそうじゃなくて、この子可愛いなとか、逆に年下なのに尊敬できるなって思う子は出世していくわけ。で、それって私がそういうセンスがあるのかなって思う。確かに。ジャニーズの女版やりたい。おお結構レベル高い。ユウやっちゃいなよって言いたい。ああでもそういうことですよね。そう、ユウできんじゃないって思って関わったら できちゃったよみたいな。まあでもユウでも2、3人だよね別にそんな、うん、その100人も200人も育てられないけどさ。でも ここが育てればいいんですよね、多分ジャニーズ。うん、あ、ネズミ子的な言い方悪い。私も何もしなくていいの、うんうん、ユウ相談するみたいな感じ。ユウって言われたじゃないですかだから私もユウって言う。あ、そうしよう、そうしてこう、うん、チルドレンが、うんうん、チルドレンいっぱい。え、ご飯作ったりするんですか。ご飯、彼氏に作ろうとは思います。
っていうのはありますけど、一人ででもあんま一人でめっちゃ頑張ろうとはならなくて、でもダイエット中だけ頑張れます。なんかダイエットしてなかったら、うん、ウーバーでも何でも美味しいもんが世の中に絶対自分が作れる美味しいじゃないですか、うん、けどダイエット中だとそんななんか低糖質なものとかってないじゃないですか。だからチキン炒めてサラダにするとか、でオリーブオイルと塩で食べるとか、すごくおしゃれじゃない、うん、なんかお母さんが教えてくれて、でも楽なんですけどめっちゃうまくて、食べたい。夏美のお母さん綺麗だよね。綺麗ですよね、めちゃくちゃ、うん、で洋服とかのセンスめちゃくちゃいいじゃないですか、お母さん。そうなの、それどういう、それ逆にお母さんがもともと良くて自分もそれ受け継いでるのか、お母さん発信。へえ、なんかお母さんの服とかをずっと借りて、なんか普通に今のオッチとかバイラとかに通勤してる編集者のお姉さんぐらい綺麗な格好してるんだよ。え、そういう系の仕事ですか？全然そういう仕事したかったって言ってます今でも。でも全然今からでも YouTuber になればお母さん。いや YouTuber はやばい。ただ服が好きだから、うん、服のことは携わってたらよかったなって言ってました。お母さんでも SNS はオープンにしてるんですか？してます。じゃあこの概要欄に、うん、ハロハロやば。お母さんなんか料理教えてくんないかな私に料理専門でやってないです。でもそのチキンとオリーブオイル塩で、それなら私が教えます。いやでも他にもいっぱい知ってそうじゃん。夏目にはお母さんが興味あるもん。いやでも私の家庭結構お父さんが料理好きなんですよ。へえ、じゃあお父さんに出てもらおうか。お父さんもう10回行きます。大阪行こう。やばいやばい、大阪ロケ行こう。大阪ロケ行きたい行きたい。呼んで、夏美が帰るタイミングの呼んでよ、ドロチューブ。そんな金額かけて来てくれるんですか？全然行くよ。やりましょう。やろう。なんか前言ってましたね、実家行くみたいな、やりたいみたいな。うん、マリナンチも行きたいんだよ、だって東京じゃん。実家ですか？来ても何も面白いことないです。 YouTube っぽくなるっていうイメージは全く分からない。それは自分家だからだよ。人んちなんで多分いくらでもネタ取れますよね。ネタいくらでも取れるよ。あと猫とか5匹くらい飼ってんでしょ？飼ってない。飼ってない1匹です。あ、ほんと？え、だってそんなん卒アルとか出てきたもう、もうじゃないですか。ほんとだよ。いくらでもできますよ。このギャルがさ、プリチョーとか、プリチョーあんの？みんなのプリチョーを持ち寄る会とか思うそう。それやってください、自分の YouTube で。私、そうですね、ありそう。確かに同世代の子集めて。夏美の恋愛論は聞いたけど、うん、マリナの恋愛論聞いてないから。何聞きたいんですか？そういう夏美が高校、うん、高校生、そのシンスは。てかあの、そのシンスを私の恋愛論にしていただきたくはない。なんでよ、恋愛の話しようったらその話し始めた。そんなん誰でも通ってる道ですって。人通ってないよ、私は。その、年齢的に夏美年齢はシンスがスーパー常識っていうことを言いたいわけでしょ？まあ言いたいです。でも、うん、それは私の中高生恋愛論。6年前やったの、シンス。やってたと思いますよ、多分。あと定規の両面にプリ貼ってました。定規を学校に持ってってなかったから分かんない。え、なんか定規を定規として使ってないんですよ、プリ帳なんですよ。ああ、そうなんだ。だから、え、ていうかそのシンスは私の恋愛論じゃないですよ。みんな皆さんやってるやつ。恋愛論で、じゃあ夏美の恋愛論。恋愛論って何ですか？恋愛の感覚を教えて。今現在の、うん、人によって多分好みが分かれるっていうか変わると思うんですけど、なんか私は仕事が好きなことだから、うんうん、だから仕事の話できない相手は彼氏に絶対できないって思ってます。なんか仕事に対して結構ちゃんと話せる、話したいタイプなんで、うん、家でそれ話せないってなると、なんか何話すんだろうって、うん、逆にね、はい、うん、その結構浅い会話は多分出てくるんですけど、うん、天気いいねとかね。いや、浅初めて会った人の会話、病院で隣の人レベル。マジでおばちゃんとか、ビューティフルデイだね。今日天気めちゃくちゃいいねみたいな。あ、そうですね、彼氏とその話。え、やばいって。家帰ってきてなんか一言目とかになんか、今日めっちゃ天気良かったね。まあそれはいいかもだけど。一言目、久しぶりの天気とかだったらあれだけど。ああ、そうですね。その毎日それ言われても。いやでも私もそうだわ、だから、はい、仕事、ね、うん、全然普通にさらっとやっちゃってるし、うんうん、なんかそれを NG にされたことが今までなかったし、うんうん、あと私のその生まれ育った環境も食卓に普通に仕事の会話が、うん、飛び交ってた、はいはいはい、からそれが悪意がある行動と思わないので、うん、もし仕事の話を彼とかパートナーにした時に、うんうんうん、俺は家に持ち込みたくないって言われたら、うん、ドヒャーって感じ。わかります、ドヒャーです、うんうん、
でも一回なんか私はすごい好きなことを仕事にしてるじゃないですか、うんうん、でこの時の彼氏は、うん、ラーメン屋の店長だったんですかっこいいね、かっこいい逆に。え、それでもラーメン屋じゃなくて、ラーメン屋って思いました、思いました。で普通になんか店長になっちゃった系みたいな感じ、たくさんバイトから店長になっちゃった成り行きでみたいな、だと思います。で私は好きなこと仕事にしたからいいよねみたいなこと言われたから、うん、いや好きなこと仕事にしたらいいじゃんって言ったら、うん、そんな好きなこと仕事にできるやつは一握りなんだよって言われたことあります。あ、それで価値観合わないなってなって、うん、最終的に別れたんですよ、うん。でもその問題ありそう。前にでもそういう風に決められるとちょっと残念って思っちゃうね、うんうんうん、やってみて、うん、確かになんかいろいろ段階踏んで今こうなってるとかだったらいいけど、うんうんうん、確かにそれはあるかもですね。相手も割と同じような環境だったりとか、うんうん、仕事に対するモチベーションが一緒だったら同じテンションで喋ってくれますけど、なんかあとその仕事の話って言っても愚痴をしまくるのはまた違うと思います。そうだね、それはやめよっていうのは分かります。なんかこうしていきたいとか、はい、そうしていく段階の中でうまくいかないことがあるとか、でそのうまくいくためにはどうこうしていきたいんだよね、はい、みたいな、そういうことだよね。そうですね、うんうん、結構真面目すごいめっちゃ真面目なんかあれだね、コメンテーター向きのなんかテーマを掲げてくれたっていうか。そうですね、ぜひまたやりましょう。新居でね、新居 で恋愛相談がございましたら、コメント欄の方にいただければあるかな。まずシンスのことと、いやシンス大事です今日は。大事なんだ。いやシンスの回答私も気になります。あそうなんだ、私もやってましたって、はい、って聞きたい。夏美と同世代、はい、私同世代の人に対してのコメントは求めてないです。そこはドドさんの同世代でやってたって方いらっしゃったらどうします。じゃあシンス、シンス絶対ない。だってボケベルだもん、シェアしようがないから。その SNS じゃないのよ、シェアしないの。個人のやり取りを、そうですね、なんか私は一回友達がポケベルをなんか愛してるっていうやり取りをね、うん、してて、うん、私はそのまだ彼氏がいなかった。あ、彼氏ができたら、うん、愛してるってポケベルでやり取りするんだと思ったの、うんうん、でその後彼氏ができたんだけど、うん、そしたら付き合って1週間ぐらい経った時に、うん、ポケベルに、うん、愛しているっていうやり取り愛してるじゃなかった、愛しているって言われて気持ち悪かった。なんで？わかんない。絶妙な違い。言われるって思ったから。ポケベルってさ、本当にさ、あの、アーが11なの。うん、で、イーが12なの。うん、だから、愛しているって言ったんだと思うんだけど、なんか、じゃあ間違いようないか。丁寧だったんだよね、きっと。文章の打ち方。かわいそうだよね。だけど私も思春期っていうか、そういうのにまだちょっと初めてのことだったから、はいはいはい、そんなことがあったのよ。愛している事件。うん、そのシンスで言うとね、私はそういうことがあったっていう。それあったら、あのコメント欄。愛しているって言われて。言われて、私は平気でしたとか、なんかそういう。そういう話も聞きたい、うん、それは私の世代の40前後の人たちはそのコメントにしてください。いろんな世代向けにあるんですね。マリナはその中高生は何？ガラケー。ガラケーでした。ピッチとか。ピッチも最初の方やりました、うん、あとだからウィルコムと二代持ちとか、うん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 、コム持ち、コム持ちアポレって言ってましたよね。いや何ですか、コム持ちは繋がろうぜみたいな。あ、なんでウィルコムって通話料がそんなみんなお金あるの。いや逆にお金ないから。でも通話はウィルコムが超安いんだ。そうですそうです、かけ放題みたいな。でコム同士無料とかなんですよ。だからそのコム持ちアポレなんですよ、うん、これ言ってね、コム持ちは、コム持ちアポってください。私はコム持ちでした、ピンクの。ねえ、あれさ、だからもう関西じゃん、はい、関東全くそれないかもしれない。ある、絶対にあります。まあ、これの結果めっちゃ楽しみですね。いや、まあね、多分荒れるね。そういう彼氏ができたりする、ずっとそういうやり取りは電話だったの、それともメールなの。メールだったと思う。メールか。だからその時は LINE とかもないから。ないからね。 E メール。いや、あれです、問い合わせ、メール問い合わせめっちゃしてましたよね。あ、してました、してました。そうしないと来ないみたいな。そうですそうです。あの彼氏からの連絡待ってる時に、うん、メール問い合わせめっちゃみんなしてます。なんかそう考えたらマジで通信業界ってすごくないですか。すごい超進化してますね。すごい進化してるし、じゃあ私の子供がってなったらすごいんだろうなって思っちゃったりするよね。いや、こっからまた劇的に変わるんですかね。変わるとしたら何？どう変わると思う？わかんない。急
宙に受けるとか。どういうこと？それは電話じゃない。あ、電話が？あ、電話ピーンって言うから。で、ここにパーンって。ちゃ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 。でもありそう。ありそう。あと、なんかスクリーンみたいな感じで出てきて、スクリーンでこうやってやるとは聞くよね。そうです。なんかでも本当は VR ゴーグルみたいな、あれがもっと軽くて、やさんぐらすみたいな。そう、それがめちゃくちゃ普及して、だからみんなそれでバーチャルじゃないけど、見れるみたいなって言いますよね、うんうん、進化的には、うんうん、メガネになる。そんなのほんと一人の世界になっちゃいますよね、うん、怖いぐらい、うんうん、あのちゃんと接触していたいよね、はい、だアポレぐらいがちょうどいいよ。アポレたいっすもん、ほんとになんか人と便利すぎたら嫌だよね。なんか接触してその愛しているって言われて嫌だったぐらいのちょうどいい、ちょうどいい接触したからこそできるその思い出ですし、なんかその人の内ミスなのか、はいはい、本当にそう思ってるのか、その人見てないかな、うん、見てたらちょっと申し訳ない気持ち。確かに確かに、その説は本当にすいませんでした。あの私も若かったのですいません、なんか神経質になっちゃったあの頃って本当に信じられないぐらいどうでもいいことがめっちゃ重いじゃないですか。まあ、むずがゆかったりとかさ、はい、なんかすごい腹が立ったり、あとすごい嬉しかったりとか、はいはい、ね、まあ、それが今考えたらみたいなことばっか。それが10代だよね。そうですね、うん、素晴らしい10代を過ごさせてもらってありがとうございます、はい、素晴らしいですね。そんな感じでありがとうございます。長くなっちゃったね、これ20分ぐらいの動画になっちゃう、はい、30分待ってます。わかったわかった、ありがとうございます。バイバイ、夏美また来るね、またやりましょうね、ウーバー会。バイバーイ。